幽霊の出る交番昔出ると言われる交番にあてがわれた時の話でもしようかね移動の時は前任者と引き継ぎをするのはどこの業界でも一緒だと思うんだけどうちの組織でも当然あるんだ時間帯ごとの人通りの推移やよく事案が起こる重要警戒地域 協力者や御用達のコンビニや、金融機関や、俗に言う借り場なんかはもちろん、交番内の備品の位置なんかは同じ交番でも結構違うしね。それで、前任者のおっちゃんから一通り引き継ぎを受けて、交番内をぐるっと眺めたら、おかしなものが目に入ったんだ。交番には珍しく、やたらと本格的なソファーベッドが事務室に置かれてた。 ずいぶん高そうなもの置かれてますね住民からの寄付ですかいやこれは係員でお金出し合って買ったんだよこの交番出るから皆仮眠部屋に近寄らないんだよね質問自体半分冗談で言ったものだったから回答も冗談なのだと思ってた警察って結構弦を担ぐというか オカルトやジンクスを信じてる人が多いんですよ。例えば「暇ですね」と言うと立て続けに事案が起こるとか「逮捕事案が起きるから刑事は夜食にカツ丼を食べない」とかそんなのはタブーでしたねそんな環境だったから僕もおっちゃんの話をそのまま流しちゃいましたそうそう簡単に交番の立地を先にお話ししておきますね 場所はとある海沿いの町でその中でも僕の交番は10メートルも行けば鳩場に立てる大雨の日には不安な場所でした港と工場が主な夜になると釣り人とトラックしか音を立てる者がいなくなるなんとも寂しい場所にあります僕はその交番で10ヶ月の間に実に4回の体験をしました まず最初に起きたのは勝手に開くドア定定番番といえば定番ですね例のソファーベッドですが僕は使いませんでした周りに上司や同僚がいる時はその人たちの手前前に話したようなジンクス系のルールは守っていましたが幸い一人交番でしたしただでさえ短い仮眠なんだからちゃんとした布団で寝たいって思ったんですよね 仮眠室は2階です。事務室の横に狭い上に電灯が切れてる階段がありましてそこを上がると靴を脱ぐスペースがあり扉を開ければ6畳くらいの畳敷きの部屋と布団がありますでその扉目を離すとすぐ開くんですよ鬱陶しいことに寝て起きると開いてる 寝ようと上行くと吐いてる。ケイラー出て戻ると書類書いててトイレ行こうとしてふと見上げると吐いてる。閉めても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 気がつくと吐いてる。そのくせ見張ってるとびっくりともしない。ひどい時なんて一回閉めて階段降りて振り返ったら吐いてたり、 腹が立って、扉の前に大盾立,立てかけてやりました。開けたらガッシャンです。どんだけ仮眠室に入りたいんだよ、こいつはって思っていましたね。気分は教室の扉に黒板消し挟んだ時のあれですね。枠手かしながら書類整理してました。時間がたって何時くらいでしょうかね。 仮眠は取る前でしたから深夜の3時より前だったと思います。ガリッって聞こえたんですよ。大盾がずるときの音です。待ち望んでたとはいえ、いざ起こってしまうとどうすればいいかはわからない。それでも仕事が仕事ですから体はそういうとき反射で動くんでしょうね。 頭真っ白のまま足だけはスムーズに階段に移動しましたノブをつかんだ手がゆっくりと扉を閉める瞬間を見ました電気のつかない階段の暗闇で手首から先だけが閉まっていく扉の間で白く浮かび上がっていました「なんでこの時だけドア閉めんの?」とか今思うと変なんだけど とりあえずその時は顔がポカーンって状態で固まってた。とりあえず分かったことは二つ。一つは前任者が冗談で言ったんじゃなかったこと。仮眠室に入ろうとしてたんじゃなくって、すでに部屋の中にいたってこと。その日から僕もソファーを使って眠るようになりました。 二件目は夢の話。何かいるにはいるけど、二階だし、ソファーで寝てれば安全だろう。できればここにいるのも嫌だけど仕事だし、上司に行ったらさすがに笑われる。というわけで、結局一階のソファーで寝るのが習慣になっていました。時期は冬です。仮眠といっても毎回寝られるわけではなく、 事案が起きれば当然徹夜ですし事案が起きなくても昼間に込み入ったのが一つ入れば仮眠時間はそのまま書類整理の時間になります書類に2時間かかれば残った時間は30分ないので横になると起きるときつらい机に突っ伏して寝ます当然眠りは浅いのでそういったときにはよく金縛りにあいます でですのでその時もすぐに「ああ金縛りだ」と気づきました「いつもは机で寝てる時だけなのになんで今日はソファーで横になってるのに」「目は開くけどうっすらとだけ体は力を入れても軽くよじれる程度」「典型的な金縛りですね」 部屋の電気がついている。なぜ狭い視界の中で足元の石油ストーブが倒れています。そこでようやくただの金縛りじゃなく、これは夢だと気づきました。なぜなら、そのストーブ、皆さんが連想するファンヒーターのようなものじゃなく、寸胴型の燃気物。 40キロはあるし蹴っ飛ばしたくらいじゃ倒れるものじゃないんですよねおかしいなリアルな夢だななんて考えていますと音がしますベタベタベタ階段を降りる音うわあ久しぶりに来たー と頭だけがフル回転。なんでこんなに思考がはっきりしているのに目が覚めない焦るけども動かない。声を出しても一人ですから意味がない。もう足音の主が到着するのを待つしかないんですよね。体感時間で20秒ほどかけてそいつは現れました。白いカッパ かもしくはワンピースを着た人間が視界の端をよぎります。何分記憶だけですし、夢の話で曖昧ですが、その時はなぜかもう足音がしてなかったかのように思います。上下ともに白色の服。髪は肩までくらいあって、顔は見えません。多分男だと思うのですが、やけに細く。 そいつは部屋の端で僕を見ています。やばいやばいやばい。とにかく近づいてこないことを願いながら何とか起きようとしていました。と、その時、そいつが不意に何かを言いました。かすれた低音で性別はわかりませんでしたが、僕はその声を聞いた直後に跳ねるように見起こしました。 ストーブはやっぱり倒れていません。夢だったようです。起きてから思い返したところ、そいつは、雨が降るぞ。虫が湧くぞ。と言っていたように思います。意味はわかりません。 幽霊は2階だから1階は安全神話が崩れ僕はこれからどうしようかと途方に暮れましたとりあえずその日は晴れでした3件目は時期がかなり過ぎて初夏ちょうど今ぐらいの時期ですね交番のアスベストを何とかするってことで業者さんにお願いしたことがありました 世間で話題になって早数年後回しもいいところですがやっと予算が下りたとかで総務が動いてくれました僕としてはアスベストより優先して取り除くものがあるんだろうと思っていましたが本庁で引き継ぎを終えて交番に到着するとガチで無知な兄貴たちが駐車場でタバコを吸っていました 来客者が来る場所で管巻いてんじゃねえよ。一般の方が怖がるだろうが、と思いましたが、表情筋は鍛えられております。いたって爽やかな笑顔で、あ、お世話になります。作業は順調ですかと聞いたところ、一人の兄貴が。いや、それが、中にいるおまわりさんが鍵を開けてくれなくって。いや,いやいや、一人交番だから。 今前頭部の人と引き継ぎしてたから昼間の奇襲でしたのであまり怖くはなかったんですが業者さんは総務から合鍵を預かっていると聞いていたので兄貴に確認してみると鍵を使ったけどつっかえたようにドアが開かなかったチェーンか何かだろうと思い実際耳を澄ますと中で音がする呼びかけても対応がないのでとりあえず出てくるのを待ってた そのことでしたその後もう一度手持ちの鍵で開けるとドアはすんなりと開き当たり前のように2階の扉は開いていました最後ですこれが一番怖くて僕は耐えきれずに上司に直訴し10か月という半端な時期にもかかわらず交代してもらいました季節は夏の真っただ中です その頃になると僕はできる限り交番に寄りつかず書類整理の時と来所者がいる時だけであとは寝ずに町を警らするようになっていましたその日は運悪く書類が多く交番でせこせこと PC を叩いていました難民時間に突入しており個人的には嫌な時間帯でしたが 仮眠時間は唯一交番の中で扉を閉めて書類に専念できる時間でしたので作業が進むのが唯一の救いでしたおそらく4時くらいのことでしょうか外の駐車場で車が止まる音がしました「来所者この時間に緊急か応援呼ぶより対応した方がいいな」 そのあたりまで考えて鍵を開けようと椅子を立ち上がったところで、外の扉がガラガラと開きます。おー、仕事してるか隣の交番の先輩の声でした。仮眠中の交番館内は隣の係員が回ってくれるので、その際にこのように様子を見に来ることはまあまああります。 ああ、先輩、よかった。書類を続けられる。なんて思いました。おい、開けろや。電気ついとんのやから起きてるんやろが。先輩が呼びます。最近は寝る時も電気つけっぱですが、そんなこと先輩は知らないでしょうし、素直に開けようとして。あれ先輩なら、 当然のようにするあれがない先輩なら当然合鍵の場所を知ってる当然部外者は絶対わからない場所に隠しますが交番員が別件対応中の応援のため近くの交番員は合鍵の場所を知っていますあ開けてくれや 外からの声。とっさに答えちゃダメだ。窓から駐車場を覗く。車はない。開けろ誰だこいつ。なんだこいつ。開けたらダメだ。開けたらダメ。ドアを挟んで聞こえる声。振り返ると、さっきまで閉まってた扉が、 中もやばいどうしよう明かりがついてることだけが唯一の救いでした。いつの間にか声はなくなりそれでもドアの向こうにははっきりと気配がいやただビビってただけかもしれませんがそのままトイレに引きこもり朝を待ち半泣きで上司に直訴して交代しました。 引き継ぎの時の同僚は僕の話を聞いて笑いましたさらにその半年後移動で町を移りその後は知りません以上で僕の話は終わりです三河の海沿いのある町で起こったガチで本当の話です